教育用プログラミング言語スクラッチについて、触りだけ、ですけれども紹介したいと思います。スクラッチは、の画面はこんな感じになっていまして、ここの左側に出ているこのブロックをこう組み立てて、つなげていってプログラミングをするというふうになっています。これなので、子どもでも、まあ、大人でも結構誰でもあのプログラミングを学習できるという、非常に素晴らしいソフト、素晴らしい言語だと思うんですけれども、これ試しに、こうクリックすると、もう猫がこう10歩動いて15度回るということをやっているかと思います。で、制御、まあ、いろんな制御がこうできるようになるんですけれども、これでスペースキーが押されたときに動かすと、さらにこう10回繰り返すなんていうこともできるようになってまして、で、他にも見た目を変えたりとか音を鳴らしたりとか、あとこうした、調べるとかですね、演算変数なんていうのを繰り返すと、駆使するとですね、もう本格的なプログラムがこうできるようになってたりします。ここに出ているのが変数だったりするんですけど。で、まあ、子供、誰でもこう自分の好きなキャラクターを動かしたいっていう、動かしたくなると思うんですけども、こうしたこうお絵描きソフトで自分でこうキャラクターを、消して、自分の好きな色にこの猫を変えるとかですね。いろいろ自分でこうお絵描きもできたりとかするんですけれども、そうした自分のキャラクターとか、あと写真も取り込んで、自分の顔を動かすとかっていうこともできたりします。で、これが素晴らしいところはですね、ここで保存するとこうローカルのファイルに保存されるんですけれども、さらにこれをですね、共有で、ネットワーク上でこのプログラムを共有とかってやるとですね、ここに自分のあらかじめ、これはスクラッチのサイトでちょっとユーザー登録をしないといけないんですけども、これはまた後ほど、違う時に違うスクリーンキャストで説明したいと思うんですけれども、このスクラッチのウェブサイトにユーザー登録しておくと、こう、すぐこうアップロードできてですね。で、これがスクラッチのサイトなんですけれども、ここに自分の作品を公開できるということができるようになって、これがさっき、今作ったプログラムで、これがさらにすごいのは、ウェブ上でこう実行できるので、今スペースキーを押すとこう回転するといったことができるようになっています。で、これで公開した作品に、コメントを追加したりとかっていうことで、世界中のその子供たちがここにプロジェクトをこう公開してですね、みんなでメッセージ、YouTube みたいな感じですね。メッセージ交換してたりします。で、こんな感じでものすごい数の、確か100万近くもあったと思うんですけど、プロジェクトがもう公開されていると。こうした、このようなプログラム環境、無料で、スクラッチのウェブサイトからダウンロードできるようになってます。